13から丸代と真帆に来てもらってます。はい、どうも。はい、はい、はい、どうぞどうぞどうぞ。はい、手振ってますね。はい、ありがとうございます。はい、さてさて、小野真帆さん、若いのに真帆さん、2人に登場していただきましたけれども、はい、まあ、自己紹介的なものはしても面白くありませんので、はい、もう今更ね、自己紹介っていうね、時期ではありません。ご存知なのでね。はい、詳しく知りたい人はホームページ見ろということなんですけれども、はい、なんかでも小野真帆さんのホームページ見たら、好きな人、臼田恭介って書いてあったんですけど、臼田恭介知らないんですけど、臼田恭介って知ってる人いらっしゃいますか。これ、どういう人なんですか。もう終わっちゃったんですけど、うん、少年ジャンプの巻末にあるギャグ漫画で、うん、ビュートックジャガーっていうのを連載していた作家さんで、その前はすごいよマサルさんっていうアニメにもなったんです。あ、ご存知ですか。私はあのギャグ漫画の大好きなるほどね。そう、なるほど。ちょっとね、マリオちゃん、あのクールな見かけとはちょっと違ってね、ちょっと変わってますかちょっとね、変わった面白い人ですからね。なるほど、という感じですね。はい、変わったというか、変人みたいな感じですよね面白い、これ面白いですね、はい、ということなんで、まあ、そんなのもありまして、血液型、B 型なんですねいや、私 B 型の女性とばっかりずっと付き合ってまして、散々いじめられまして、まあ、今の奥さん A 型なんですけど、結局はずっと3、4人ぐらい B 型の女性だったなって、すごい最後いじめられましたね、まあ、別れる時泣いてたっていう思いで、まあ、そんなことどうでもいいんですけども、まあ、そんなね、まあ、あのマリオちゃんなんですけども、まあ、ちょっと一言ずつまたね、マオちゃんに聞いてみようと思うんですけども、今年といっても、まあ、半年になるんですけれども、チアドラゴンズに入って、私のここが変わった、どういうふうに変わったか、何かこう意識が変わったとかね、はい、そういったところをちょっと聞いてみたいと思います。はい、はい、じゃあ、マイクはいかな。どちらから行きましょう。マリオちゃんから行く？あ、マホちゃんから。はい、私がチアドラゴンズに入って変わったことは、食生活が変わりました。で、私は野菜が苦手で、あんまりチアドラ入る前までは食べていなかったんですが、キャベツとか、なんか人参とかをたくさん取るようになりました。それ、はい、まあ、拍手がパラパラだね。拍手するとこじゃない。すいません。チアドラに入っているその人参食べるとあまり関係ないような気がする。人参は食べれるんですけど、はいはい、そういう野菜をたくさん、はい、取るようになりました。摂取するように。健康、やっぱりその体調を崩さないために、なるほど、風邪とかひかないようにたくさん食べるようになりました。なるほど。プロ意識が目覚めたというか、まあ、チアドラやってるんだからもう体壊しちゃいけないぞと、はい、みんなに迷惑かかる人、そういう責任感的なものもね、生まれて、まあ、野菜を無理にでも食べるようになって、はい、やっと野菜を欲しくなる、はい、非常にいいことですよね、はい、まあ、もっともっとこの野菜だけじゃなくていろんなものを食べてほしいんですけど、はい、嫌いな食べ物ってなんかちょっとメモしたらなんかありました、他に野菜以外に。嫌いな食べ物ですか、はい、漬物。あ、そうだ、漬物って書いてあった。漬物あんまり別に嫌いでもいいと思うんですけどね。はい、あんまりトマトが嫌いとか言うとええとか思うんですけどね。はい、それはいいと思うんですけどね。大丈夫です、はい、ぜひ漬物も食べられるようになってほしいと思いますけれども、はい、はい、続きまして、はい、今年変わった、ここが変わった、どういうふうに変わったか。引っ越してきまして、すごく暑いですんですけども、はい、今も暑いんですけど、はい、暑さにちょっと慣れたかなっていうところですね。なるほど、なるほど。出身地がご存知の方は、ね、ほとんどいらっしゃる、多いと思うんですけれども、宮城県出身ということで、はいはい、宮城といえば楽天のチームがあります。そうですね、はい、非常に寒い、まあ、夏はそう変わらないと思うんですけどね、涼しいっていうイメージがあるところです。まあ、やっぱり名古屋はどうしても暑いんで、まあ、その暑さになかなかね、慣れるの大変なんですが、まあ、それにちょっとでも慣れたかなと。そうですね、はい、もうエアコン大好きな毎日でした。はい、エアコン使ってたら慣れたとか言えないと思うので、ね、ちょっと違うと思うんですけど、はい、まあまあそれはいいとして、一応まあそれでもなんとか頑張ってできるようになったと。死ぬ気で、はい、なんとかかんとか生き延びられたんでよかったと思います。そんなすごくないと、そんなにやっぱ
死ぬ気ほどは暑くないと思う。死にましたよね今年。死にましたよね。ほら死にました。死ぬほど暑かったっていうのは分かるんですね。はい。多分生き返ってきたんですよ。個人的に話すのやめてください。ということで、まあ、あの暑さに慣れたというね、まあ、あの体力もついたということで一応会長来たいと思いますけれども、はい、それからもう一つちょっと質問をしたいと思います、シーズン中でお客様との出来事で、まあ、印象的な出来事、思い出、何か一言ずつ語っていただきたいと思います。なんか普通のことになっちゃうんですけど、あのステージの、はい、タオルのステージの時とか、あと名古屋メドレーの1曲目のこういう手拍子するところとか、はい、一緒にお客さんがタオルを振ってくれたり手拍子をしてくれて、その一緒に楽しんでる感じがとても楽しかったです。なるほどなるほど。じゃあここにいる皆様が一番の思い出と、そうです、いうことですね。一緒に楽しめたことが良かったです、はい、いいですね。そういうあのおしゃべりも上手になりましたねこれね、はい、お世辞も、まああのね、違います、お世辞じゃない、お世辞じゃない、そうやって言いますよね。本当に楽しかったです。お世辞ですとは言いませんけどね、はい、はい、まあそういうねお客様と の, あの印象的な思い出があったということで、はい、続きまして、はい、印象的な思い出、はい、子供たちとの触れ合いが結構多くて、ベンチツアーで、はい、すごい選手のことに詳しい子たちがいて、はい、みんな結構詳しいんですね。で、詳しい、はい、ベンチに私自身入るのも初めてだったんで、すごく楽しかったのと、はい、衣装を作って来てくれる、見に来てくれる子供と子供たちとか、あ、はいはい、ちょっとびっくりしましたね。あ、なるほど。あのチアドラが大好きな、あのお姉さんたちが大好きだっていうお子様結構いらっしゃるんですが、自分たちで真似して衣装を作ってきちゃうんですね。すごいですよね。本当にそっくりな衣装、はい、もうあれはびっくりしましたけれども、まあ、そうやってね一生懸命応援していただける、そしてベンチでね、はい、触れ合いができたと、楽しかったです、ね、楽しかったということで、はい、まあ、このステージの思い出はあまり印象的ではなかったというね、そういうと言ってないですね。そんなことはないんですけど、今日特にね、あのお子様いらっしゃらないというね。そうですね、今日ちょっとほぼゼロで悲しい、はい、非常に悲しい状況ではあるんですけど、まあ、あのそんなね、お子様との触れ合いが非常に良かったということでございます。はい、それからそれからここからなんですけれども、皆さんに伝えたいこと、これ3問目というかあのクエスチョンの3つ目なんですけども、自分がリーダーシップを取る立場だと仮定しても構いません。皆さんに向けて何か一言お話ししたい、一言じゃないですね、最低1分以上、フリートークです、いわゆるフリートークなんですけれども、この時間を利用してちょっとお話をしていただきたいと思います。はい、何でも結構です、皆さんに向けてです、お願いします。3月から公式開幕戦が始まって、今日まで、本当にあっという間の日々 でチアドラゴンズに入って、初めてのことが多かったんですけれども、素敵な先輩や、同期、あと関係者の方に恵まれて、とても充実した、毎日を今日まで送ることができました。またこのように皆さんの前でトークや、パフォーマンスをさせていただき、とても楽しい時間を過ごしてこれました。ステージは今日含め残り3回になりますが、皆さんで盛り上がっていけるといいと思います。あと今日はダーゴンズ勝利を願って皆さんで応援頑張りましょう。終わります。はい、ありがとうございます。昨日はね、ここで泣いたんだよね。泣いてしまって、中側になんか雨が降ってきたみたいで、ちょっと涙雨じゃないですけど、雨がちょっと降ってきたみたいで、皆様、あの雨具の用意を、はい、お願いします。あの予報ではね、本当にパラッと降って、パラッと止んでっていうのを繰り返すそうなんで、もうしばらくご辛抱ください。すみません。まあ、あのそんなね、思い出がありまして、予想以上にかなり喋っていただきまして、ありがとうございます。もうこれで、ね、立派な社会人になりますからね、また来年、チアドラゴンズやるかもしれませんけどね、それはそれとして、今、あえて聞きませんけども、頑張っていただきたいと思います。はい、続きまして、小野真理奈さん。ちょっと降ってきちゃいましたね。はい、降ってきましたけども、これは続けます。はい、ではどうぞ、1分です。はい、ちょっと頭が真っ白になってしまったんですけども、はい、もう本当に応援ボードとかたくさん、写真の数々、いろんな差し入れだったり、たくさん皆さんに応援していただいて、本当にチアドラゴンズってすごい愛されてるチームだなっていうのは、今年入ってすごく感じたことですね。はい、ありがたいです。はい、はい、1分まだありますけどちょっと社会人になり損ねたので、この辺でお話しできた。
それあの、あんまり言わない方がよかったかもしれませんけど、はい、大丈夫でしょう、もう立派な社会人ですから大丈夫ですよ。ありがとうございます。はい、まあ本当にね、まだまだこれからあのチアドラゴンのこのまま引き続きあるかもしれませんし、社会人になるかもしれません、分かりませんけれども、こういう場でもうおしゃべりをしたことっていうのは結構ね、後で生かされると思いますし、はい、まあ、チアドラゴンズは当然あのお客様との接点も結構多かったんで、まあ、いろんなあのこれから社会に出てそういう触れ合いとかもあると思います。ぜひ思い出していただいて、頑張っていただきたいと思いますが、なぜかこれあのチアドラの送るメッセージになってしまいまして、お客様向けに話すはずが台本めちゃくちゃになってますけどね、はい、これでいいんでしょうかというか、ちょっと雨がね心配でそればっかり気になっちゃって、今話半分だったんですよ私そんなことないですよ、はい、ということでね、チアドラゴンズまだあの試合あります、グラウンドも出ます、今日も当然出ます、はい、最後まで精一杯応援していただきたいというふうに思いますので、ぜひ皆さんね、名古屋ドームに足を運んで、はい、選手だけじゃなくてチアドラゴンズの方を応援していただきたいというふうに思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました、はい、チアドラゴンズ2013若泉真帆、そして小野真理亜でした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。